こちらは JR 門司港駅の近くで出土した旧門司駅の遺構です。旧門司駅は130年以上前、明治時代に開業。見つかった機関車庫の外壁は北九州市も貴重な資料だとしています。今日専門家らが現地視察を行いました。焦点は一部移築保存か、それとも現地保存か。ユネスコの諮問機関で歴史的建造物などの保存に関わる日本イコモスの岡田康義委員長らは、北九州市の担当者らから説明を受けながら遺構の一部を視察しました。旧門司駅とその関連の遺構は、北九州市が総工費78億円をかけて進めている複合公共施設の建設現場で、埋蔵文化財調査により見つかりました。市はおよそ2000万円かけて遺構の一部を移築し保存するなどの議案を2月議会に提出しています。九州の鉄道の原点がここだと。鉄道の歴史というのはまさに日本の近代国家形成の足跡でもあるわけですね。視察団は遺構の現地保存を念頭にしたより詳細な調査の実施を求める要望書を明日市に提出することにしています。